国民の生活暮らし、その面に重点を置いて選挙戦の政策のアピールを進めていきたいと。生活の党の選挙公約は月額2万6000円の子ども手当の給付や高校授業料の無償化を目指すとしました。またアベノミクスの失敗で景気は悪化しているとして消費増税は延期し、非正規労働者の正社員化を進めるなど雇用の安定化を図ることで国民の所得を増やすとしています。